初投稿の今回は、世界最強らしいマキタの 80VMAX の充電式草刈り機 MUR012GZ に、ハンマーナイフモアをつけてみましたということで、カバーは家の屋根をいじった時に余っていた 0.4 ミリ厚のガルバリウムを2層で作成。そして重要なハンマーナイフの部分。少しでも軽くするために刃も自作。この形が出来上がった時は感動しました。さらに何と言っても草刈り機にハンマーナイフモアをつけるために必要だったのがこれ。直角のギアケース。こんな都合のいいものがあったのかと。これがあれば他にも色々と改造できそうです。そして実践してみるのが高さ1メートルを超える雑草たち。春に草刈りしてからほったらかしていったら、あっという間にこんな感じになってしまいました。雑草恐るべし。この機会に主要な雑草の名前を調べてみると、タチスズメのヒエ、ジュズダマ、セイタカアワダチソウだそうです。では自作ハンマーナイフがどのように動くのか起動してみます。自ら覗き込む勇気はないのでスマホに頑張ってもらいましょう。残像がすごい。それでは実践していきます。本日の気温は30度超え、めちゃくちゃ暑いです。毎日のように外作業しているので体は慣れていますが、しっかりと水分補給も忘れずにやっていきます。ハンマーナイフモア起動。結構爆音なんですよね。いざ実践。おっと、早速草が絡まったか。まずは数珠玉にアタック。ああ、まあ順調な滑り出しじゃないでしょうか。バックしてもう一度アタックで木っ端みじん。ちょっと回転数が下がるのが気になりますが、左の方へ行ってみましょう。と草が絡まってしまいました。出だしからこんな感じで大丈夫かと呆然。これで4回目の草絡まり。どうしたもんか。なんとなく怖くて低速でやっていましたが、中速でやってみます。恐怖を感じる回転音。まあ、中速でやってみることにします。
何か草をうまく倒す細工が必要そうですね。あと本体を押しやすくする細工も今後改良することにします。今映っている黒いパイプ、草刈り機と同じパイプ系でいろいろ検索をしていたら見つけました。 NTY というメーカーさんでパイプのジョイントも豊富でめっちゃ助かりました。まあこんな使い方をして申し訳ありませんが、なんとなく操作に慣れてきて、中速にしてから草の絡まりも少なくなってきました。でも気になるのがバッテリーがどれくらい持つのか。今取り付けているのが8アンペアのバッテリーが2個。通常の草刈りなら中速でも3時間くらいは持つと思うのですが、どうでしょうか。と、また草絡まり。起動時の草に気をつけるのと、勢いよく突っ込みすぎないようにすること。焦りは禁物ですね。さて、あともう一踏ん張りいきましょう。そういえば、初めに紹介した直角のギアケース。最初、Amazon で見つけたのですが、運営ショップが中国らしかったので、AliExpress が安いだろうなと思って検索したら半額だったので即注文。届いて草刈り機に取り付けているとふと気づいた、ジャパンの刻印。私のネット検索スキルでは、日本のショップで国内製造みたいな直角ギアケースを見つけることはできなかったのですが、一体どういうことなのでしょうか。さて、最後にもう一通りして。ほっぱみじんにするのは楽しいですね。終了。これだけの広さでも結構疲れました。さあ、刈った跡がどうなっているか確認してみましょう。いい感じにコッパみじんになっています。改良したいところはたくさんありますが、ギリギリ合格といたします。これからこんな感じで改造とか工作とかいろいろアップしていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。